はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日も機能に引き続き、チャット GPT と Google のスプレッドシート。これをうまく活用して、今日はミュージシャンが便利に使う方法。これを解説していきたいと思っています。ミュージシャンの人はコード進行を聞いたりとか、そういうことをする以外に、あまり普段整理って とといいいううのはやっていないと思うんですけれども今日の事例というのはまあ一つの例題ではあるんですけれどもイコライザーのプラグインってたくさんありますよねそういうものの性能であったりとかそれのサポート窓口そういうのを一つの一覧表にするそういう方法を学んでみたいと思いますここに今チャット GPT で DAW のイコライザープラグインで分かる範囲でたくさんリストしてというふうにしました。たくさんリストしてと言っても、ここにありますように、まあ10個で一旦やめてしまうんですけれども、それを2回やりまして、20個のリストがあるんです。まあこれはいくらでも続けてですね、もっとたくさん出してほしいというのもいいと思うんですが、まあ今回は20個でやってみます。 これをこのようにして、まず10個コピーをします。そうしまして、テキストエディターというのに、これを貼り付けます。今、桜エディターというエディターを開きました。ここに貼り付けをします。このようにデータが貼り付きました。少し横に長くしておきますね。そうしまして、ここで開業をしておきます。次の 10個を取ってきます。これもコピーしますそうしましてここに貼り付けをしますはいこれで20個ができましたがここから少し工夫がありますここにコロンとスペースで項目が分かれていますこれをタブというのに置き換えますここでなどりました Ctrl R というのを押すと置き換えというのができます。これをタブというのはこの円マーク T と書けばタブに変更ができます。ちょっとやってみましょう。すべてを置き換えというふうにします。はい。これで20箇所置き換えました。はい。それと、ここにですね、開業があります。この開業を 取り除きたいと思います。開業が2つつながっていますので、1つにしたいと思います。それもマクロを作ってあります。マクロを作るというのはどういうことかというとですね、ツールメニューからキーマクロの記録開始というのをします。そうしまして、コントロール F で検索モードにします。そこで、N マーク N としますと、 開業を探すことができます。はい。このように探しましたから、ここに検索が見つかったという反転した文字が出てきます。これを一つ一個下にしまして、バックスペースをこう押します。これでマクロの記録ができました。終了します。これを実行するのが、Ctrl-Shift-L 押すと、これが実行できます。 はいはい便利でしょうはい1個目だけ抜けましたので手で削りましたこのように何でも道具も使いようでですね一行一行消すというのではなくてこのようなマクロを作るととっても便利にできるようになります ここでこのテキスト全部をコントロール A で選択しましてコントロール C でコピーをします。そうしましたら今度はスプレッドシートの登場です。今も出てるんですけれども初めての方のために Google Chrome でスプレッドシートを出すというのをやってみます。新しくタブを開きまして Google のメニューが右の方にあります。 ここのメニューの中から、スプレッドシートというこれがあります。これを押すと、はい、このような画面が出てきますので、プラスを押しますと、新しいスプレッドシートができるようになります。先ほどコピーを取ってありましたので、このところにですね、一行目はタイトルとかを入れたいので、隙間を開けておきまして、そしてここから貼り付けをします。 はい。このように貼り付きました。ちゃんとタブを入れてありましたので、このようにうまくリストが出るようになります。これとこれだけでいいんであれば、このようにチャット GPT のデータを表にうまくできますよという話なんですけれども、今日はそれだけではありません。ちょっとこれは縮めておきます。 そうしまして、今はちょっとこの後ろが邪魔ですので、後ろは切ってしまいましょう。それはこの B の列を選択しておきまして、この絵で切り取るという風にしますと、後ろは見えなくなるようになります。これで皆さんどんなことをしたいかというと、このプラグインですね。これのメーカーを知りたいわけです。これはどうしたらいいんでしょうか 機能拡張の中に GTP for Sheets and Docs というのを僕は入れてあります。これは機能に挙げた動画でも同じ説明をしたんですけれども Google の拡張機能でこんな拡張機能があります。そこで ChatGPT のセット API キーというのをしまして OpenAI の API キーというのをここに入れるわけです。 それはどこにあるかと言いましたら、OpenAI 社のマイページのところに API Keys というのがあります。ここで新しく Create New Secret Key というのを押しますと、新しくキーが発行されます。僕は今2つ作ってありますが、これは今短くショートになっています。他人とかに見られないように上手くなっているわけです。 ですから、これを作ったら、必ずですね、メモ帳など、もしくは、コンピューターのどこかにですね、控えとして残しておいてください。とっても大事で、これはもっと長いキーコードがあります。そうしまして、先ほどのスプレッドシートに戻ります。ここにそのキーコードを貼り付けて、そしてこのチェックボタンというのを押し、そして、セーブ API キー、 というのを押して保存します。僕の場合はもう登録が済んでいますので、このように an API key has already been set という風になっています。もうセットされていますよという意味です。こうなりましたら関数を使うことができます。ここで関数を入れたいと思います。じゃあ実際入れていきます。この HubFilter Q3 のメーカー名として出したいと思います。 ここにメーカー名と打っておきます。はい。ここにメーカー名を取ってきたいわけですけれども、ここから案外重要ですので、ゆっくり話ししますので、頑張って覚えてください。半角モードでイコールと押します。そうしまして、GTP と打ちます。そしてカッコを始めてください。こうしまして、この ファブフィルタープロ Q3 というのがありますが、ここを参照します。A2 という風になっていますが、これはちょっと後で意味がわかるんですけれども、この頭にドルマークをつけておきます。これでファブフィルタープロ Q3 というのを入れたことになります。これのメーカー名を知りたいわけです。ですから、ここにですね、という 文字と文字をつなぐ記号を入れます。コーデーションマークで始めます。のメーカー名。という風に言えてもいいですし、メーカー名というのはここにありますよね。C の位置のところにありますので、ここでは、のだけで終わりまして、また文字と文字をつなぐというのを入れます。 その後、このメーカー名というのを入れます。でも、これは必ず1列目の見出しの部分が欲しいですので、ここの間にドルというのを挟みます。さっきもドルというのを使いましたね。これは必ず1行目のアドレスという固定をするための絶対番地。これを指定するときにはドルというのを使います。 そうしまして、また、とします。ファブフィルタープロ Q3 のメーカー名を教えてくださいとしたいですので、ここでコーデーションマークをくくって、を簡潔に教えて、と、こういう風に打ちまして、コーデーションマークでくくります。 これは必ず半角でないといけません。カッコを閉じてください。はい。こうしましてエンターキーを押します。ここにいらないカッコが一つつきました。ですからエラーが出ました。これを消します。はい。ここでエンターを押します。はい。今、ちょっと先頭で間違っていることが気づきました。 皆さんも、えー、これ間違わないようにしてくださいね GPT と GTP と僕ねよくやっちゃうんですよ動画ができてからですねアップロードしたらですね GTP とかなっててですねまたやり直したりしてることが今までで3回あるんですよね GPT というのを間違うとですねうまく出ませんもう一度言い換えればファブフィルタープロ Q3 のメーカー名を簡潔に教えてということです。じゃあこれでドン。はい、出ましたね。これが出ましたら、この右の角の黒いちょっぽりをですね、このようにずーっとずらします。はい、これでローディングというのが出まして、 はい。どんどんメーカー名がもう一瞬で3秒ぐらいで出ましたね。そしてですね、ここ、このようにアドレスで書いてた意味というのが、ここからがとっても便利に出てくるんですけれども、こうさえやっておけばですね、これを横にも広げますね。はい。そうするだけで、ウェブサイト、ピュッと出ましたね。なぜこんなことになるかというと、 ここをアドレスでで指定してあったからですドル A2 というのはここが一緒なんですねいわゆるプラグイン名ということですねそしてここが D に変わってくれていますので勝手に Web サイト URL というふうに変わってくれるわけですですからもう横にするだけでこういうふうになりますよくできてますよねここにマウスを合わせるだけでトップの画面ですね こういうういいのもすす。ぐにに出るようになっていますこれでまた下の方に黒いちょっぽりを引っ張りましょうはいこれだけで URL がこう出ましたが公開していないところもあるんですねこんな場合は今日のところはですよ皆さんの場合はプロンプトを変えてみるとかですねやればいいと思うんですけれども今日はちょっとこの部分は 一旦消させていただきますはいこれで URL が出ました今度はプラグインの形式ですねこれをやってみましょうはいこれですねこんなたくさんですね 書いてくれなくったって、形式だけさえ書いてくれればいいんですよね。これはどういうふうにすればちゃんとできるかというと、簡潔にとしてあるだけではダメなんですね。ここをですね、リストしてというふうに変えます。これでやってみましょう。はい。このようになりましたね。これでも上いらないですよね。そうしましたら、簡潔に プラグイン名だけリストしてこうやってみましょうこのようにこれだけなりましたねで一個一個縦に入れてもいいんですがまあまあそういう細かいことは皆さんいろいろ実験してみてくださいそうしましたらここでビューッとまた引っ張ります はい。まだ考えてるのもあります。多いのもありますね。でもこのようにプラグインの形式がリストされました。そうしまして、まだあった方がいいなと思うこと、どんなことあるでしょう。項目はいくらでも皆さんのアイデア次第で出していくことができます。ちょっと価格なんかをやってみましょう。ただしですね、チャット GPT は 2021年までのデータしか持っていませんので古いですしもちろん今はもう価格が乱高下していますよね9割引きとかいうのもありますからちゃんと出るかどうかそして意味があるかということが課題にはなりますがどんなことでもできるという一つの例としてやってみましょうこれで価格が出ましたねそれでは、 これもビューっと下に引っ張ってきます。はい。便利ですよね。こんなこと自分が調べようとしたらもういつまでかかるんだっていう感じです。はい。こんな風にできました。皆さんのアイデアでもっともっと、これはプラグインリストのデータベースでしたけれども、いろんなことができます。 例えば楽器名を左の端にリストしておいて、そしてそれの練習方法とかいうのを聞くとかですね。その練習をするための教則本いろいろリストしてというようなこともできるんですね。アイデア次第で簡単にもう何分というような時間でこんなデータを作成できるというこの便利なのを ぜひとも皆さんに体感してもらいたい。そんな風に思っています。そうしまして、せっかくできたらですね、これを自分一人のものにする。それもいいでしょうし、みんなに公開してあげるというのもいいでしょう。そういう人は、ここでですね、もう簡単に自分がインターネットのサーバーなどを持っていない人もですね、 ちゃんと Google には Google ドライブというのがありますので、これでファイルからですね、共有というのをしまして、ウェブに公開というのをします。そうしましたら、ここにリンクというのもありますし、ここではですね、メールで送ったり、そして Facebook や Twitter、これにリンクをすることもできるわけです。ここにこのアドレスが 出ていますよねドキュメント全体を公開するということでこのアドレスをコピーしますそうしまして新しいウェブブラウダーにここで貼り付けをしますはいできましたねもう一発でウェブ公開がこのようにできるわけですこれのとってもすごいのはですね例えばですね このタイトルのところなんかは色を変えましょう。バックの色はここで変えることができます。はい。このように変えましたね。そしてこのプラグイン名のところだけ薄い色をつけておきましょう。わかりやすいようにですね。これずっと下になどります。このバックは薄めの黄色。はい。このように色が変わりました。 このように編集をするだけでもうあとは何にもする必要はありません先ほどのサイトに行ってみます5分で自動更新がされるようになっています5分後というのはですねここの変更が加えられた時に自動的に再公開するというふうにチェックを入れてあったわけですねですからこれで 自動的に変更が加わっただけで保存されるようになります。Google のスプレッドシートにはファイルからですね、保存というようなメニューがないんですね。すごいことですね。もう保存し忘れたとかいうことがないようにですね、絶えずバックアップを取ってくれてるということになります。はい。見てみましょう。更新をしてみますね。はい。 約5分経ちました。そうするとこのようにですね、ちゃんと色も変わってくれています。特別なことは何もしないででもですね、更新されるわけです。これを Facebook とかに公開していたらとっても便利になります。もう自分が再度ですね、貼り直したりする必要がないということです。どうでしたでしょうか皆さんのどんなデータを 管理するかは別です。僕は説明のために一つの列ごとにですね、やりましたけれども、この関数のところにですね、アドレスで指定してあるわけですから、あとはリスト形式にとかいうような自分の思惑通りに出すためのプロンプトの変更は必要ですけれども、こんな風に関数を指定しておくことによって、 ここからですね、端にずーっと全部自動的に引っ張るということもできるわけです。そして、ウェブの方を見た人はですね、このアドレスをクリックしたらですね、ファブフィルターのサイトにこのようにして飛んでいくようなデータの公開ができるということになります。ぜひとも皆さんも Google スプレッドシートと、そして、 Google の拡張プラグイン。これを使って API をうまく使えばとても便利に使えるようになります。ただし API を使ってからですね、3ヶ月で一旦無料期間は終了します。まあそこからもし便利だと思ったら課金をすればいいですし、その課金もですね、そんなに高くない課金で利用できるようです。 一つのこれからの事例としてですね、こんなに世の中が便利になってきたということを体感してみてください。今日はご視聴ありがとうございました。村長でした。